が企業とスポンサー契約を結び、プロとしての第一歩を踏み出しました。内村選手は大手スポーツ用品メーカーとスポンサー契約を結んだことを発表。プロ転向の理由については、僕のことはだいぶ知れ渡ってきたんじゃないかなと思ったんですけど、体操自体としてはまだまだ伝えていかなきゃいけない部分はあるな、普及という部分を頑張っていけたらいいなというふうに思っています。 NHK ニュースウォッチ内の佐々木と申します。どんな選手像を目指すのか聞かせてください。やはり試合で結果を残すっていうのはもう当然のことなんですけど、男女問わず目標にされる選手っていうのを、まあ、一つ上のステージとして目指していきたいな。今後は体操教室開催のサポートを受けるなど、普及にも力を入れながらプロとしてさらなる競技力の向上を目指します。一番の目標は2020年東京オリンピックに出場してしっかり結果を残すこと、活躍しているところを想像しながらやっていければいいかなと。目標にされる選手っていうのを、まあ、一つ上のステージとして目指していきたいな。今後は体操教室開催のサポートを受け、どんな選手像を目指すのか聞かせてください。やはり試合で結果を残すっていうのはもう当然のことなんですけど、男女問わず目標選手が企業とスポンサー契約を結び、プロとしての第一歩を踏み出しました。内村選手は大手スポーツ用品メーカーとスポンサー契約を結んだことを発表。自体としてはまだまだ伝えていかなきゃいけない部分はあるな、普及という部分を頑張っていけたらいいなというふうに思っています。 NHK ニュースウォッチ内の佐々木と申します。プロ転向の理由については、僕のことはだいぶ知れ渡ってきたんじゃないかなと思ったんですけど、体操